ハニューる、初のツアーで中国間熱狂。RE、プレイ、ツアーに込められたメッセージと期待の声。フィギュアスケートのスーパースター、ハニューゆずる、28、が11月から初のツアー、イアーラハニーアイスストーリーに n d RE、プレイ、ツアーを開催することが発表され、これに中国のファンが大いに興奮している。ハブ選手自身が、RE、プレイに込めた思いや、 中国間の熱い反応に焦点を当て、その背後に潜むエッセンスを探ります。羽生結弦のツアー開催に中国間の大興奮。11月1日午前11時11分、羽生結弦が自身の SNS で初のツアー、イヤーラハニーアイスストーリー 2ND、RE、プレー、ツアーの開催を発表しました。今年11月には埼玉、埼玉スーパーアリーナ、来年1月には佐賀サーガーアリーナ。 そして2月には横浜フィアーリーナ MM で公演が行われる予定です。これにより、ハブ選手の単独公演は昨年のプロローグ、今年のギフトに続く第3弾となります。ハブ選手は公式ウェブサイトで、RE プレイにはゲームの世界からの倫理観や価値観も取り入れられていると説明しています。彼は、たった1回しかない命、繰り返しできるゲーム、相反している2つの中で、 それぞれで下見つけられない大切なことがたくさんあると思っています。どちらの大切なことも言葉たちとスケートに託していきますと語りました。見てくださる方の中で考えて過去が消化されたり考えすぎて逆に悩みが増えることもあるかもしれませんと述べたハブ選手は正解が一つではない問いの中でそして一度として同じにならない空間とスケートと演出で見てくださる方。 一人一人の中にしか生まれない世界の色を感じていただければと思います。正しさも、間違いも、悲しみも、孤独も、祈りも、自分の魂を込めて、言葉たちとスケートで紡がせていただきますと、抱負を述べました。中国ファンの歓喜と驚き。この重要な発表を受け、中国の SNS、美広市、ウェイボーでは、ハブ選手のファンアカウントが速報を行いました。ファンからは、うわっ、ツアーだって。 何何ツアーうわあああ、衝撃的なニュース。アイスショーのツアーが来た。など、驚きと期待に満ちた声が上がりました。さらに、興奮で手が震える、ゆずが来た。チケット絶対ゲットする、ゆず、今回の埼玉ではプーさん投げてもいいのなど、ファンたちの興奮が伝わってきます。一方で、日本には行けないけど、全力であなたを応援します。いや、ホテル予約済み。 会えるのが楽しみといった声も見受けられ、国境を越えて広がるハブ選手への愛情が伺えます。ハブ選手のツアー、中国間への期待と願い。中国のファンからは、ゆず、今回はプーさんを投げてもいいのといった軽快な質問から、次はアジアツアーをお願いします。いつの日か世界ツアーをやると思うから準備しておくといった期待と願望の声が寄せられています。これは単なる一連の公演に止まらず、 将来的な展望に対する熱い期待が反映されています。また、中国ファンは、ユズが中国にも来てほしいといった声も寄せており、今回のツアーが中国だけでなく、アジア全体に広がる可能性に期待が寄せられています。羽生結弦ユズル選手の初のツアー開催が発表され、中国のファンたちはそのニュースに大いに興奮しています。羽生選手が RE、R.E. プレーに込めたメッセージや、ファンからの期待の声が、 彼のファンとの絆を一層深めていることが伺えます。今後の公演が、スケートという芸術を通じて、さらなる感動や施策をもたらすことでしょう。そして、羽生結弦選手とファンとの絶え間ない交流が、フィギュアスケート界に新たな活気をもたらすことになりそうです。